キャッキャこう盛り上がってくれてたのが嬉しいですね。フェアな感じなんで、あんまなんか、まあ僕はフォワードなんで削られることを、フェアなの、いや、フェアね、またな、テンポさんが引っかかってる、俺結構やられてる、結構ちょっとバーンみたいな、結構ありましたよ。途中も興味あること聞きすぎたな。プロって全員上手いじゃないですか。もちろんね。そんな監督で変わるもんなんですか。監督で変わります。うるさいと、もううるせえって思う時もあります。あ、ちゃんとあるんですね。あります。いや、僕はないですよ。ないですよね。ないないない。那須さんだけ売った。すごい。すごいよ。オッケー。すごい。バッチリだね。すごい。入る多かったです。本番に。えぐい始まり方してしまいましたが、いよいよ皆さんルヴァンカップもね、残るは決勝戦のみとなりました、はい、楽しみやね。今年も地上波の方で副音声の方も、担当させていただきます。初めてですよね。初めてですね。あの解説者っぽくいけますか、あなたね。いけます、ちゃんと。いい、すごいメンバー来た。このメンバーの前でサッカーすんなよ。俺らの冒頭やばすぎたやろ。普通にうまかった。いや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 、そんな。だってもうお三方の視線感じながらやってましたからね。思った以上にいいシュートいきました。しかも結構高かったですからね。そうそうそう、あれ難しい。まあ、言ってもルヴァンカップの決勝戦ですから、うん、どうでしょうか、見どころなんかは。はい、まあ、セレッソ大阪とサンフレッチェ広島っていう、はい、すごいカードですよね。いや、本当にあの面白い、期待できるカードだなっていうふうには思いますね、はい。まあ、攻撃もそうですけど、まあ、守備も非常にいいチームですし、両方とも攻守に結構隙がないチーム同士の戦い、まあ、だからこそ決勝には上がってきてるんですけど、この一発勝負のところでどっちにこうほころびが出てどっちがつくかっていう戦いになるんじゃないかなと僕は思う。なるほど、はい、ね、はい、ちょっとしたミスで勝敗が決まったりすると、楽しみ。どうする、急に呼ばれたら交代で出る。俺は出る。セレッソ側で呼ばれたらどうしよう俺。どうですか、2チームの注目選手、佐藤さん。あのやはりサンフレッチェ広島はやはりこう攻守のところのつなぎ役で、はい、背番号7番の野津田選手、はい、左足のこう攻撃力っていうところだけではなくて、やはりこう守備のところの強度っていうのは今シーズン飛躍的に、うん、あの向上しているので、はい、セレッソ大阪はあの加藤睦月選手からの、実はあのサンフレッチェ広島ユースで3年間広島に、はい、いたので、ほうほう、あのやはりこう古巣に対しての思いっていうのもあると思うんで、そういったところの活躍には期待したいですね。那須さんはいかがですか。はい、そのセレッソ大阪だったらマテイ・ヨニッチ選手、うん、でサンフレッチェ広島だと荒木選手なんですけど、はい、両選手とも対人がまず強い、はい、空中戦強いですし、はい、まあ、彼ら2人がいるので、まあ、ディフェンスリーダーとしてこう引っ張るっていうところで、はい、後ろを支えるっていう意味では多分真ん中の選手絶対重要になってくるので、はい、そこは僕は個人的には注目してます。いや、でも面白いですね、皆さんによってこうやっぱ見方が違うんですね、選手への。僕はあの両クラブの OB なので、うん、はい、そっか、両方いたんですか。そうなんですよ。どんな気持ちですか、そのどっちも在籍したチームが決勝戦。そんな気持ちなの。ただそうやってやっぱり古巣の決勝を見るっていうのは複雑です。やっぱそうなんですね。どっちが勝っても嬉しい、どっちが、まあ、まあ、なんていうんですかね、負けても悔しいとか、はい、それはもう、でも各チームのサポーターの方も、はい、佐藤さんどっちなんやろっていうのは、そこはっきりさせたら白黒はっきり。はい、まあ、もちろんあの広島長かったので。そうですよね。自分のいたチームを応援して守るもんなんですか。応援しますね。あ、やっぱそういうもんですね。ていうかこれ俺らいる？いやいや、3人の対談みたいけどな。お三方の対談の方が聞きたいこと聞こう、うん、もうだから、はい、フランクに。はい、そうですね、そうです。先月の YouTube の収益何で分かってもいいです。それはけど僕らも聞きたいです。聞きたいですよね。毛色が違いすぎんねんな。僕いつも思ってたんですけど、もうプロって全員上手いじゃないですか。もちろんね、はい、そんな監督で変わるもんなんですか。そう、ちょっと思うよな、うん、いや、もう監督で変わります。みんないいからこそ監督のこの技量が、はいはい、そうですね、面白いな。なんかもうそんなん言わんといてくれよみたいなあるんですか、試合中。そのプレーしてる時に、はい、よく聞こえる監督もいるんですよ、声が通る監督とか。で、うるさいと、はい、もううるせえって思う時もあります。あ、ちゃんとあるんですね。あります。いや、僕ら試合映像で、いや、僕らはないですよ。ないですよ。ないないない。那須さんだけ打った。思ったこともない。思ったことないです。いやいやいや、監督の考えすべて。OK です。 OK、 プラン通り遂行します。いや、那須さんが悪者。悪、はい、まあ、そうですね。全然違う。那須さん、どの時の顔あと何って言われたかった。試合見てたら、はい、監督の方ってむちゃむちゃなんか大声で言ってたりするじゃないですか、うん、ちょっと、はい、怒号混じりで、はい、前半右サイド、後半左サイドの人はめちゃくちゃ言われてます、はい、サイドの選手って
ってキックオンの時に、はい、ちょっと俺あんま言われたくないから逆サイドにしてってよくあるあるですよね。コイントスの時にキャプテンに変えてくれみたいな言えるの前半あんま言われるとやっぱりプレー集中できないから。なるほど、そんなのその選手の性格にもありますね。あると思います。じゃ逆に聞こえたけど聞こえてないふりする時があるんですか。ありますまあ僕はもう一番前の選手なんで、はい、そう楽しみやな、それ。こういう話が聞きたいっすよ、僕。だから真剣に聞く人と、まあ、こういう人みたいに、はいはいみたいな感じで聞く人と、なんか何てか分かんねえなみたいな感じで、まあまあ OK で、OK で、決勝戦ひょっとしたらあるかもしれないですよ。実際今お話されてた光景が。注目してほしいポイントの一つにはなるかもしれない、はい、誰がめっちゃ言われてるかっていうのは実は結構ポイントかなって。だからセレッソの小井監督とサムレチョスキッペ監督は、はい、やっぱりそんなにこう圧をかけて言うタイプの人ではないので、うん、どちらかというとこう盛り立てる。でも実際お三人ともねルヴァンカップで決勝僕はでも2回行って2回とも負けてるんですよね、はいはい、僕はけど、ね、4回行ってますから、はい、決勝にで3回負けてます。難しい。那須さんは僕3回行って2回優勝してます。うわすごい。そのうち1回負けました、はい、あそうなんですか、はい、椅子変わった方がいい。いや大丈夫です。勝った回数勝ったらこっちに来る。ルヴァンカップでマウント取り合うのもうゼロなんで。確かに那須さんじゃあどういう大会ですか。ルヴァンカップは2回も優勝経験されて結構そのルヴァンカップの予選ってその代表選手がいなかったりっていう期間もあったりするのでその他の選手が出てチームとしてどうやって戦えるかっていうのがあってだから結局総力戦みたいなところあるのでだから本当決勝で優勝した時はもうチームみんなで勝ち取ったってみんな結構出場分数も多かったりするので僕はルヴァンカップがプロのデビュー戦やっぱリーグ戦ってやっぱ主力が出てるんでやっぱ若手の登竜門って話なんですけどルヴァンカップで初めてチャンスをもらって、はい、ターンオーバーでね。そうですね。それでゴールという結果を残して少しずつ序列を変えていった。佐藤さんあれですよリリコ、うん、ルヴァンカップ歴代最多の29得点ですよ。そんな取っちゃう。そうです。一応最多です。席移動してください。席移動とかないから個人の成績だったらいいですよ。優勝してないですよ。いいとかもないから29得点、ね、ルヴァンカップキラーじゃないですか。すごい。そうなんですよ一応、はい、何かあるんですかこの合う合わないが。最多得点記録で、はいなんかもらえるかなと思ったんですけど、はい、何もなかったですね。2014年決勝のガンバー戦で、はい、佐藤さんが2得点入れた後に前半3点失点して逆転負け、はい、これが決勝だったんですよね。決勝です。むちゃむちゃ悔しかったんじゃないですか。悔しかったですしやっぱり前半2点取ったんで、はい、心のどっかであ、MVP もらったなって思っちゃったんですよ優勝の得点王で、はいはい、それは思うな。それがちょっとダメだったかもしれないですね。それが敗因かもしれない。それだんだんじゃあ後半とか、はい、こっち2点取ってんのに、はい、後ろ何してんねんとか、ね、あそれはなかったです。もう前半終了間際に1点返されてしまったんで、はい、いやこのままじゃまずいなと思って僕やっぱり何とかしなきゃいけないっていうことで、はい、やっぱりチームメイトの話をして。いやすいませんなんか悪口引き出そうとしていや悪口じゃないですけど、はい、いやですよね、すごい。しかも那須さんも優勝2回ですけど、はい、キャプテンとしてねトロフィーを。あーそうですね。ジュビロ、ジュビロ、あのまさにサンフレッチェ。そうあの時そうだったの。そうキャプテン。うわめちゃ悔しい。で僕もキャプテンですよ。あキャプテン対決。すごい。キャプテン対決の時に優勝された。僕は怪我してたんで優勝しました、はい、ベンチだったんですよ、ね。うわでもお二人今まで現役の時もポジション的にもマッチアップいっぱい。いやめちゃめちゃもうバチバチです。めちゃくちゃ。もうプロに入る前からですね。高校の時から。世代は同い年ですね。あれ、ほんまにじゃない。なんかもうキャプツバみたいな話やんか。二人でプロになって。どんな感じですかお互いの印象は。じゃあいやでもバチバチしますけど、うんはい、なんかフェアな感じなんで、うん、あんまなんかまあ僕はフォワードなんで削られることフェアなの。いやフェアは健吾さんが引っかかってる。いやケちゃんいやフェアなんですよ意外と。同い年は俺結構やられてるやられてる。それは多分あれおかしいな。ポジションかもしれない。結構激しくこらえました。結構後ろからバーンみたいな。結構ありましたよ。間違いなく健吾さんがキーだったんですよ。もちろん、ね、パス出してで、でもう健吾さんをイラつかせるイコールフロ、あの、まあ、川崎がちょっと崩れるっていうのはあったんで、だからあえてもう強くバーンっていって、はい、それでちょっとこうイライラさせようっていう。だから心理戦もあったんです。心理戦もありました。それ実際健吾さんイライラしたんですか。いやけど分かってますから。あそういうさせたいんだなっていうのは、うん、彼だけじゃなくて周りのチームメイトも行けみたいな感じで言うから、はい、あまず健吾さんを潰しとけと、はい、それはもう彼が所属したチームだけではなくて他のチームも結構そうだったん で逆にそうしないと嫌なんだなっていう、むしろ自分にこう、うん、まあそうですよね、モチベーションが上がるような。絶対フリーにさせてはいけないと、うん、いや本当そうですもんね。だから僕意地でもフリーになってやるいやでも本当にフリーにさせちゃうとやっぱりもう止めようがないんで。
すごい選手なんですね。いやでもマンツーマンされたこと、この人フォワードなのに僕にマンツーマンしてきたことあります。1回あったんですよ。もう開始5分で先制したんで、はい、もうこのままでいいと思って、もうずっとマークしようと思って、あもうこのままマンツーマンで超つまんない試合でした。でもちゃんと1-0で勝ちましたけど、負けながら超つまんないですよ。いやでも彼の作戦勝ちでしたから。健吾さんも優勝されてるんですよね、2019年に初優勝ですよね。だってそれまでシルバーコレクター、そうなんですよ、準優勝ばかり。しかも決勝戦フロンターレコンサドーレで、はい、延長までもつれ込んで、うん、どうでした。多分今までのルヴァンカップ史一番面白かったと思う。3-3だったんですね、打ち合いでいいゴールも多かったですよね。あ見応えもあるし、見応えあったと思います。その時選手間、はい、監督とはこうロッカーとかで延長行く前とかどんな会話するんですか。まあ、輪を作って、はい、もうこっからも気持ちだから、うん、どっちが勝ちたいかだからっつって、で延長ですぐ谷口が退場したんですよ。でそのフリーキックで福森選手に決められて、うん、はいはい、まあ、10人で1人少ない状態になったんですけど、はいはい、そこからもう逆に札幌の方が難しくなったというか、はい、1人多くて勝ってるんで、うん、どういうふうに終わらせるかみたいなので、はい、その隙をついて僕らセットプレー決めて追いついて、まあ、PK、はい、で、まで行って、 PK ももう順番はもう監督が決めてたんで、はい、おそれこそルヴァンカップ皆さん決勝戦、はい、前日とかその何日か前はどんな気持ちなんですか。トーナメントの決勝戦控えてるって、うん、僕は全く寝れなかったです、緊張で睡眠時間僕 1,2 時間ぐらい寝れなくて興奮しきっちゃって、興奮してるんですか、決勝戦、決勝戦で、コンディション悪くならないですか、そんな寝れなかった。いやでも意外といけたんですよ、アドレナリンも出過ぎてて、ずっとガチガチやったんですね、はい、ガチガチというかもう目もうギンギンでギンギンのまま決勝にっていう、はい、で優勝して優勝したっていう、いやかっこいいですね、結果的良かったですね。けど 1,2 時間しか寝てなくても決勝プレーできるっていうのは、うん、今の現役選手たちにとっては非常に、あそうですね、いい情報かもしれない、はい、だから今見てくれてる選手の方もスマホでね、はい、お寝んでええんか俺ってなりますよ。寝た方がいい、寝た方がいい、寝た方がいい、けど寝れなくても大丈夫っていう話は、はい、優勝できるようなことですから、うん、佐藤さんどうでした。やっぱり優勝した体のその祝賀会とか、はい、そういうのを準備してるわけじゃないですか、うん、はいはいはい、なんか広島帰らずにじゃあ優勝したらここ行ってここでじゃあ家族とは全員であのお祝いをしてじゃあ次の日帰りましょうといろんなスケジュール組んでるんですけど、はい、2回ともそれで負けてるんですよ、うん、なのでもう本当に寂しく家族で一泊して翌日帰るっていう。いや寝れたか寝れてないかの話だから、ね、あ寝れてかは僕はもう関係ないです。あの緊張はそこもう何もしないんでぐっすり、はい、ぐっすり寝れる、はい、健吾さんは。いや僕も寝れる方が睡眠いいんですよ。もう別に睡眠睡眠いいんですよ。睡眠もいいですか。睡眠もいいです。睡眠もいいです。睡眠はもう多分なすだけです。あそうなんですか、はい、睡眠伝授動画寝れた方がいい。寝れてるか全然寝れた寝れた方がいい。絶対寝た方がいい。緊張はされました。じゃあ決勝戦の前は。いや僕ね多分知ってたと思います。それが多分伝わってみんながおかしくなったっていう。あ今までシルバーコレクターだったの。そうだから僕の責任だと思ってました。全責任、はい、これはだからもう本当に緊張したんですね。意外っす。多分みんながそのもうフロンターレ初タイトル、そうかそう、はい、もう俺もずっと長い間クラブも俺も取ってないんで、みんながこうなんとか優勝をみたいな形で多分空気を作ってくれて、当の本人がこんな感じだから多分伝播して、はい、なかなか勝てなかった。だからそれが勝った時はだからもうやっとかっていう感じでしたね。ほっとした感じですか。もうほっとした、もう喜びっていうか安堵でしたね、うん、ということですから、うん、僕ら副音声担当させてもらって、はい、なんかサポーターに怒られないコツとかあったら、はい、いや本当に何でも喋って大丈夫です、はい、副音声なんかいやいや絶対怒られない。いや全然大丈夫です、うん、あそれこそ今僕らに質問してる、はい、ことを、はい、ヨシトに大久保選手と、はい、聞く感じがめちゃくちゃいいと思いますよ。ほんまですか。ヨシトの返答がどうかわからない。それはヨシト次第。それはヨシト次第だと。フランクに話してくれはるよな、うん、いつも、はい、ただちゃんと喋れると思います。サッカー IQ 自体は高い、はい、そうですね、人なので、はい、めっちゃかっこいい。サッカー IQ ってよく言うじゃないですか、はい、あれって昔からあるんですか、それか大人になってプロになって学ぶんですか。健吾さんは昔からあったと思います。それはもうやりながら学んでいくんですか。僕あの体ちっちゃかったんですよ、はい、で運動神経もそんな能力も高くなかったんで、はい、考えないと、はい、大きい選手だった速い選手と僕中盤だったんで、はい、プレーできなかったんですね、はい、なので、まあ、どこに立ったらいいかとかどこに
でプレーしたら嫌かとかっていうのをずっと考えながらやってたのが、それが結局サッカー IQ っていうふうには皆さんには言われてましたけど、それはもう10代の時から考えてやった。そうですね、はい、もう本当に、あの中学生ぐらいからずっとそういう感じで、はい、じゃあ90分間体もそうですけど、はい、脳みそめっちゃ疲れません？練習の時から自然にできるようにもう慣れるってことですか？はい、コミュニケーション取りながら、はい、やってましたけど、だから試合の時はもう考えながらやってないです。じゃあ佐藤さんもマッチアップするとき、それお互いの考えをぶつけ合ってたってことですか？守備は守備側のストロングで勝負したいですし、はい、逆にストライカー側は守備のストロングじゃなくてウィークで勝負したいんで、はい、いかにそのウィークをついていくかっていうところのこう攻め合いですよね。でもそのラインとかこう他のこと考えながらやるじゃないですか、はい、その瞬間をついてくるタイプなんで、しかも目をこう切った瞬間にいつもこう走り出すんですよ、はい、そればっかり考えてもね、はい、いや本当にすごいですよ。いや嫌がる言葉か考えてそうですから、ちょっとこうやってボールこの瞬間にもうスイッチが入るんですよ。それはもうディフェンダーの目線もずっと見てるってことですか？見てますね。ディフェンダーが何見てるかずっと見てました。あと副審の人をどう見てるかって、副審見てればオフサイドポジションで分かるんで、はい、相手見なくても。なるほど。クロス対戦しててクロス上がった時にパッて下と見るともう決めてるんですよ、はい。じゃあいつの間にかスペースにいて。そうなんですよ。うわすごいな。の選手やろうな相手からしたら。そうですね、多分性格も上がってると思うんで。ストライカーピッチの上ではね。あ、そうです。 ありがとうございます。フォローいただき、さすが、さすが。清野さん、あれですか、俗に言う。あ、そうです。不完全、不完の面ですか、はいはい、っていうふうに言われてますけどね、まあ、もちろんここなんで平面なんですけど相手のシステムとか守備の戦術とか誰がどこに立ってるのかっていうのをちゃんとインプットして臨むんですよ。で試合の中で微妙に変わってくるんで、一番相手にとって嫌なこと、自チームにとって一番いいことを常に選択できるようなポジショニングが取ってました。 AI やもん。AI ですよ。で僕も月 1,2 回草サッカー好きでやってるんですけど、はい、どうやったら健吾さんになれますか？全員なりたいけどなれんのね。もう無理ですか？リアルな話で言うと、マジ本当にボールをしっかり止めてほしいです、うん、はい、で目線を上げる時間を長くしてほしいです。あ、トラップでございます、はい。ボール1回でここがおぼつかないと目線って下がるじゃないですか、はい、ってことは目線が上がらないんで周り見れないじゃないですか、はい、けど1回もうコントロールを、すいませんねこれ今真面目なサッカーの話ですけど、絶対キッズたち見たいですよ。1回ピタッて止まったら目線が上がるんですよ、はい、で目線が上がる時間が長いと周りを見れる時間が長くなるんで、うん、その分選択肢が増えるわけですよ。確かに小学生みたいな質問どうしたらなれますかって健吾さんが顔を上げたら、はい、その選手がもう動き出すんですよ、うん、もうパスが絶対的に出てくるっていう。でも顔を上げなくても出してるんですよ。だからもう完全に後ろ向きにさせない以外は半身だったらもう出せるんですよ。俺も代表でそういうボールを受けたんで、はい、もう鳥肌でしたね、見えてないかなと思ってバッと走ったんですけど、もう思い通りのスピードともコースとピタッと来て、そうか、今まで対峙してたのがこう代表で一緒になった時により濃く感じるってことですか？いやもうめちゃくちゃもう鳥肌でしたね。中村健吾、エンデアス氏と中村俊介、この3人は後ろにも目があるんで、絶対ボール手なかったです。そういうのがすごすぎてイライラして後ろから削ったんですか？まあ、それはなすです。削るしかない。遅かったらいつも毎日何されてるんですか？健吾さん普通にあれですね、まあ、フロンターレの仕事してますもんね。だったり、まあ、J リーグの方だったり。ケンゴさん、いつか指導者とか。今、ライセンス取りに行ってる、うん、あ、そうなんですか、はい、楽しみ、楽しみ、やってほしい。しかもさっき、うん、僕、ケンゴさんにこれ撮影前にあっちでボール遊びしてたら、ほんま教えてくださって、うん、ここのインパクトとあとこの左下のこの速さ、いいですか、意識すると、マジで貴重な、うおぉ2、3歩教えてもらったらマジで枠内入るようになって、すげえ、すごいですよ、ケンゴさん資質がいい。いやいやいや、うん、だから才能あります。いや、指導者として最高かもしれないお互い褒め合う何も同じ立場で。いや、こんな僕みたいなやつをちょっと修正できるってすごないですか？だって修正してすぐボレー決めたもんな。さっきのボレーもそうですから。で、那須さんはね、いろいろ今、はい、YouTube でもお忙しいですし、そうですね、はい、だって現役の時ぐらいプレーされてますよね。まあ、そこまではないですけど、まあ、でも強度的に言えば現役の時よりその強度高い練習に行ったりするので。あ、そうか、いろんな大学、高校でスケジュールも過密やし、はい、より一緒にサッカーとかしたいですよね。もちろんそれはいつかちょっとなんかしてください。那須さん、ちょうど僕吉本でチーム作ったんです。モリチャンズユナイテッドっていう、僕監督で、僕らは言うても素人なんで、おっさんばっかりし、
20人入っていいルールでやっていいですか。11と20で。でもまあ負けるやろな。それでも無理ですけど。確かにでも。いや面白いですね。だけどそこのコラボはちょっと見たい。はい、めちゃめちゃやらせてもらいたいです。はい、健吾さんとかやらないんですか TikTok とか。健吾さんやったらめちゃくちゃバズると思います。ね、めちゃくちゃ行きそう。一人じゃ無理ですからね、これは。まあまあね、チームがあれば。日常を僕はあの話聞いたりもするので、はい、めちゃくちゃ忙しいし大変そうなんですね。目がもうほんと血走ってます、ね、ここでも2時間ぐらいしか見ないです、ね、もうそうさ。ちなみに僕たち今回のルヴァンカップ PR するためにね映像動画作ったんですけど、うん、ご覧になっていただけましたか。まだです。いや見てますよね。見てるよ、はい、え本当ですか。那須さんなんで見てくれたの。そうそう一番見てほしいな。どっちがより SNS で広まったかで対決してたんですよ、はい、まあ、拡散力というか、はい、うん、これは俺勝ちたいよあんなダサくに。いやそうですよね、それはもうそうですね。だってしっかりねちゃんと4チームのね、はい、ルヴァンカップの歌詞考えてやったんで、うん、ね、いや俺だってちゃんとカメラさんとか集めてこっからこう撮ってくださいとか、ルヴァンカップ関係ないやろ、 BGM 入れてくださいとか。僕でもどっちかってリリーさんなんでやねん。佐藤さんなんでなんですか。まずルヴァンカップってことを分からせな。いや俺でしょこれは。いいです。これ楽しみ。YouTube がコメント数、はい、森山さん81人、はい、リリーさん30人、はい、Twitter が森山さん1865いいね、はい、リリーさん1885なんでやねん。TikTok が森山さんが216いいね、リリーさん370人、結局どうなの。森山さん2162、リリーさん2296でリリーさんの勝ち。いい勝負。僅差でリリーさん、あんなん勝たせたらダメですよね。ちゃんとしたドラマやルヴァンカップって思っていいねしてるんかな見てる人。それはルヴァンカップの提供だ。最後にちゃんとあれが聞いてるんですね。そうですね、見ないでしょ。青バックの、はい、あの提供を聞いてるんだわ。だからすっごい明るい方なんですよね。一回フジテレビでも、はい、お会いして、すれ違ってお会いして、はい、声かけてくださった時、はい、むっちゃイメージ変わったんですよ。すごい明るい。むしろどんなイメージだったんですか。いや本当天才肌、クールな天才肌、寡黙な天才肌。あ、そうっすか。寡黙ではないですよ。でもその、まあ、当時から芸人さんのゴールパフォーマンスとかされたりとかで、そういう明るい一面は見てたんですけど、やっぱりこうプレーが天才肌じゃないですか。だからこんなに接しやすくて話しやすい方なんだとびっくりしました、うん、僕。あ、よかったです。なんか誤解が解けて。BKB とかやったんですか。BKB やりました、はい、絶対やらんほうがいいです。なんでやらんほうがいい。でもあれで一回バーン行きましたね。いや結構行きましたよ。え、お二人にとってどういう性格ですか。健吾さんは。僕はもう、はい、もう本当このまんまだなっていう。今もそのピッチでも、そうですね、なんかやっぱ裏表が僕は全然全くない、はいはい、だから意外だな、クールにやっぱり見られてたのが意外だなと。プレースタイルがちょっとクレバーというかクールなんで、そのこんなにも気さくなんだっていう思ったより喋るんですねとはよく言われます。ああ、そうですね、そうですね、そうなんですよ、クールですよ。でも那須さんは結構僕多分森山さんと一緒なような現役時代は、はい、多分引退してからの方が喋る機会が多くなって、お仕事とかで接点そんなに呼んでいただいたりもしてるんでね。プレイヤーの時はもうキャプテンでこうちょっとこう何ですか、コイントスよろしくお願いしますとか、なんかそういうな肩こ、確かにそれぐらいしかもナスちゃんとは喋ってない、喋ってないので、で、あの怒られるじゃないですか、削られてもいるんで、なんだこれさみたいな。Jリーガー同士でそのプライベートで会ったりするんですか。全然会いますよ。あるんですか、遊びに行ったりとか。敵チームと全然あのアウェイ行って試合後にその対戦相手の選手と、はい、食事したりとか。そうなんですか。全然あります。でもあんまり現役中に仲良くなりすぎるとプレーしにくくなったりとかあるんですか。いや、でもみんな結構スイッチが入るので、試合になったら、試合になったらもう本当に性格みたいな感じで変わるので、はい、お前昨日メッシおごったのにみたいな。何やねんそのあたり。ご飯とか先輩が基本派なんですか。基本そうですね。そうですね。めちゃくちゃ例えば年俸稼いでる選手でも先輩関係ないです。関係ないですか。はい、芸人と一緒なんですね、そこは。あ、そう、そこは一緒のシステムかもしれない。はい、ガチね。いや本当そうです。いろいろおもろいですね。でも J リーガーの方ってめちゃめちゃモテないですか。いや、モテるやろそりゃ。いや、そんなことないですね。いや、みんな受け答えがね。人によるんじゃないですか。はい、はい、本当に。まあ外に出てく人が多分いると思うんで。手が。でも僕はそういうモテてきた街道で来てないので、はい、果実で坊主でとか。
まあ高校の時はそうかもしれないですけど、はい、プロ入ってプロ入っ て, プロではもうそういう街道走ってました。モンテ街道、モンテ街道遊び六本木街道走ってました。やめてください。どうしたいの那須野、どうしたいの。やっぱ同級生だな、同級生なもあサッカー選手が、まあ、どこで女性と出会う、どんな質問出してる。本当すごい。何の質問してるんですかこれ。ルヴァンカップどこ行ったの。これはもうあの那須先輩がもう、はい、まあ、そのモデルさんと結婚される方とか結構多いじゃないですか。聞きますよね。サッカー、まあ、野球アナウンサーとか、はい、まあ、大体なんですが、その、まあ、先輩がお付き合いされてるお友達とかの紹介でとか、はい、出会ったりとか。私たち違いますよね。僕は大学のサッカー部のマネージャーなんですか、はいはい、学生時代から、はい、一番素敵ですよね。僕も一応学生時代してあクリーンだ、はい、うわー、ここはここからこうはそう、いやそこからこうは、いや、まあ、事実ではあるので、ね、はい、そう、僕はモデルです。ちゃんとちゃんとモデル結婚したすごいな。でもお手本のような常に試合に出るためこうプレッシャーがあると思うんですが、はい、どうやってモチベーション維持されておりますか。なんかモチベーションってよく聞かれること多いですけど、別にあんまり、いや僕ね、上げるもんでも下げるもんでもないなと思ってるんですよ。あの湧き上がってくるもんだと僕は思ってるんで、自然とやるんじゃないですね。そう、なるほど、コントロールするものじゃないと思う。内から湧き上がってくる。そうです、ね、モチベーション、僕引退するまで下がったこと一回もないんで。へえ、やっぱサッカーって今後やっぱ楽しいっていうところか競技続けてるんで、転職ですね。負けてももちろん悔しいですけど、楽しいが上回って、はい、じゃあ成功するために練習しようとかなるんで、また次に勝っても負けても下がるようなことあんまりないですね。ね、変なこと聞くなよ。いやいやいや、だカンペ読んだだけ。森山さん悪いみたいな感じです。しかも結構ちゃんとした質問だったから、ね、答える側が悪かったです今の。そうですね、すいません。那須ちゃんモチベーション、那須さんはモチベーション、なんかモチベーションというか、まあ、だからテンションを上げるための手法で音楽聴いたりとか、あのアテネオリンピックの時に、うん、あのゆずの栄光の架け橋っていうテーマソングでした。テーマソングだったんですよ、はい、でその時に大チョンボをして、はい、あの日本予選敗退だったんですよ、はい、キャプテンもして、はい、でそれがあの僕にとって一番嫌いな歌だったんですけど、はい、年月を重ねるうちに乗り越えて、それが僕のモチベーションに上げて、まあ、テンション上げる、一瞬回ってきたんですね。最悪でした、気持ち、あの時最悪でした。僕記憶半分ぐらいのないです。ミスしてから、まあ、消してんのね。消してます、うん、で、あ、メトリズも賞レース前モチベーション一緒じゃないけど、まあまあベクトルはね、うん、いやでもそういう聞かれますけど、別にモチベーションとか上げるもんじゃないと思うんですよ。お前撮ってるやん。たまたま健吾さん一緒でしたね。一緒結局一緒でした。よかった。めっちゃやるやろ、なんかいろいろ。音楽聞いてないですか。音楽聞いてます。やっぱり何聞くの。一番滑った時のあの曲の BGM あるんやけど、それ最初嫌いだったけど、なすやん、なすやつ。それで一番滑った時の曲って何やん。この番組のめっちゃ邪魔やん、漫才中に音楽流れてる。はい、じゃあ最後に、はい、アンバサダーのお三方が注目するルヴァンカップ決勝の見どころ、うん、まあ、開始5分のところの立ち上がりですね。どっちがイニシアチブを、主導権を取るかっていうところも見どころだと思いますし、うん、あとは誰が均衡を破るかっていう先制点の部分、やっぱファイナルは先制点取ったはやっぱ有利なんですよ、ね、うん、もう先先行いろんな意味で、なので先制点を誰が取るかっていうところは僕は見どころに、皆さんあのポイントにして見ていただきたいなというふうには思います。チェックしながら見ていただきたい、うん、はい、セレッソはどちらかというと守備で、はい、あの相手を見ながら前から行くのか、うん、少しあの引くのかっていうところは相手を見ながらやりますし、サンフレッチェの方が相手関わらず自分たち主導でボールを奪いに行く守備をするので、そういったところ その守備 の、 あのスイッチの入れ方っていうのはやはりこの試合においても一つポイントになるかなと思います、はい、かけてる思いがね、うん、両チームともありますから、はい、そうですね、まあ、ルヴァンカップ決勝はもう何かが起こります。お、はい、もうあの健吾さんも経験されてますし、久藤もそうですし、僕もそうなんですけど、いつも以上の何かが動きます。へ、はい、普段とは違うようなことが、はいはい、で劇的な試合展開だったり、だからもう本当最後の1秒まで何が起こるかわからないっていうところが、うん、見逃せないということですね、はい、それが決勝の醍醐味でもあるので、うん、はい、リリーさん、じゃあ、はい、お三人の今お話ししていただいた上で見どころありますか。言えるか。順番おかしいやろ、順番。ルヴァンカップ見どころ、まあリリ、いやでも俺ら素人なりのよ、はいはい、でも本当に言うと、個人的な話なんですけど、うん、岡山出身なんで、はい、広島でね、ルヴァンも制してほしいなっていうのがありますね。それで言ったらセレッソは僕地元大阪堺でね、うん、おお、じゃあモリシですね。僕もモリシって呼ばれてるんで、はい、うん、セレッソですね、それで言いましたら、うん、すいませんが、見取り図の中でバチバチですね。
岡山風情がよ。それ広島じゃない。お前広島ちゃうやろ、はい。僕たちのチャンネルではルヴァンカップのプレーを再現しよう。名シーンをね。名シーンだったりゴラッソのシーンを僕たちなりにちょっと再現しようかな、うん、言うてもキャプテンやったしもんね。そうですよ、小中高とサッカーしてましたし見せますよ。やっとベールを脱ぐ脱ぎますついに、はい、なのでぜひ皆さん、僕たちのチャンネルもよかったら見てください、はい、お願いします。10月22日土曜日、いよいよルヴァンカップ決勝、30周年の特別イヤー、優勝するのはどっち。ありがとうございました。あ、それいいんですか。ベコベコボール。ベコいんですか。やっぱこう、状態が貢献するとね、ボールって上がるじゃないですか。かぶせて、おー、きれい。前に蹴ったら前にこう体がいく。前、前傾姿勢。前傾の前にシュート打ったら後ろに残るんじゃなくて、前に。そうそう、おお、俺も確かに良かった。ソロが体重乗るんで、ね、いいシュートなんですよ。このどうしてもやっぱり軌道いいですね。綺麗なのはもちろん、その後ろに残ったまま残ってこうやってカーブかけると綺麗なんですよ、はい、そうするとやっぱり結構上にも行くし、威力もちょっと、ね、そうです抜けちゃうんですよ。前かがみの方がそのまま振りが強さがそのまま伝わる。評価がまたすごいことだ、これ教えてもらう。いや、今とんでもない、コンパクトに。ほら、急にめっちゃカメラ回り出すわ。必要だわ、俺は。前、前って。そうです、あと振りの速さも大事です、ね、シュート。うわぁ、そうです、はい、だもう当たってる場所もいい、はい、回転がこうかかる。すいません、那須さん。那須さんは何教えるの。那須さん、僕、強シュートも知りたいんです。強シュート、強いシュート、強いシュート、強いシュート。この前傾、はい、上げないって、もうそれから僕もシュート上手くなったんで。え、教えてください。あの吹かさなくなったんですよ。で上げない、もう絶対にもう、まあ、後悔しないっていう、はい、はい、もう絶対こう押し潰す感じでこう、それで、あとは普通にあのなんかこうボール当てるっていうより、この足の振り抜く軌道みたいな、はい、どうしても一般の方こうやって蹴るんですよ、はい、こうだからこういう回転がかかっちゃうので、この足を振り抜く軌道をこうまっすぐにこう振り抜く軌道を、え？そうなるとちょっと待って、悪いですよね。これダメな理由を教えてる。なんで片足抜いてるの。脱ぐなら両方に。愛嬌じゃないっすか。ご愛嬌。脱ぐならバシッといけよ。すいません、ちょっと片足一番で、あの振り抜く軌道でこうなんか、え、縦に振り抜く、縦にっていうかこう巻いちゃうんですよ、なんか一般的な。だから押し出す感じ。足をこう当てる部分はどこですか。斜めになると、ここです、ここ。結局足の振りが斜めになると、力って逃げる。こうやって振り抜く感じ。すぐ行くと、はい、ボールって、やっぱりこう、しっかりパワーが伝わるんで。マジで。でも、本当ですよね。こう行くじゃないですか。はい、ガチなやつ。ここに当てたいのに、縦に行ったら、さっきつま先見、斜めに当てながら前に振り抜くところは、だから垂直に入ると結構難しいです。横から入った方がいい。助走は、助走は横から、足の振りだけで前、正面から多分縦にそのまま入ると結構難しいです、うん、だからちょっと横からさっきみたいに、だから森山さんで言うと、はい、これでこのままの方が多分いいと思います。ここ縦だね、結構これ後頭つま先が引っかかりますね。へ、こう、はい、これだと横になってしまう。足を振り抜くのが、どっちかっていうとそのファーサイドの方に振り抜くイメージで、まっすぐそのファーに足は振り抜く。そう、足の振り抜く先も大事が、はい、あ、でも巻いてますよね、巻いてしまってますよね。でもそうそう、今は振りはファーに行ってるんで、結構力を伝ってるんですよ。はぁ、全然1位だ、インパクト。ここのインパクトだと、この左下のこの速さ、いいですか、意識すると、え、マジで貴重な、うおー、綺麗な弾道。これは本物です。那須さんも偽物みたいな。那須さんも本物ですよ、すげえ。キックで生きてきた、全然違うんです、キックすごい、いや、ありがとうございます、皆さん。綺麗な、こうだからインパクト、足の振りと、あと軸足と、あとは前かがみっていうところが多分、必要になります。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございました。はい、お願いします。